くらえ！
向きが鍵だったようですね。うん、この調子で進もう。任せろ。Yeah!
任せろ。
任せろ。ギョイ、任せて。一体どうやら古い壁画のようだな。描かれているのは始まりの大樹でしょうか。でもこれはまるで大樹が地上を滅ぼしているように見えるな。どういうことでしょう。大樹はエタニア王国に繁栄をもたらしたはずでは。ダナネ、あれ見る。あれはバッハの塔にあったモナリスと同じものだね。印象が通らないみたい。何者だ。待っていたぞ。やはりここを訪れたか。あなたは。今どこから現れやがった。どうやら転移してきたようだが。あいつダーナ姉の記憶に出てきた。ローブの人物。どういうことです。大昔の方ではなかったのですか。久しぶりだな、ダーナ・イクルシア。記憶の方はまだ完全に戻っていないようだな。ならばそこの壁画を見て驚いたであろう。始まりの大樹は龍種からエタニア人を進化させ繁栄の礎を築いた。大樹信仰はあるエタニア人どもが作り上げた絵空ごとに過ぎんのだからな。絵空ごと。大樹がもたらす大いなる進化とは種を成長させることではない。外的環境の変化に対する適応者を選択し不適応者を淘汰する原理なのだ。どういうことだ。壁画にあるよう大樹が一定周期で地上に天変地異を引き起こす。
それに適応して生き残った者に加護を与え、生き残れなかった者は淘汰する。選択と淘汰による生命の選別、それこそが大樹本来の役割なのだ。そんな何のためにそのようなことを。この地上を保っていくために必要なことだからだ。そしてこれに伴う淘汰のことを我々はラクリモサと呼んでいる。エダニア滅亡もラクリモサの一つに過ぎず、回避できるものではなかったのだ。何を馬鹿げたことを。その話が本当だとして、あなたは何者でどうしてここに。我らを拒否したお前がどう行動するか見届けさせてもらおうと思ってな。拒否？私があなたたちを。今日のところはほんの挨拶代わりといったところか。この後お前がどこまで抗えるものか楽しみにしておくとしよう。待って、まだ話が。消えたか。大樹がエタニアを滅ぼしたなんてさすがに嘘だよな。嘘だと言える根拠はこちらにもないかもしれません。とにかく私たちにはわからないことが多すぎます。そうだね、状況を一度整理した方がいいかな。ダーナ姉。大丈夫、心配しないで。アドルさん、とにかく一度墓所から出よう。承知。じゃねえか、一体何だってんだ。古代種たくさん、漂流村大ピンチ。古代種たくさん、大ピンチ、大ピンチ。古代種が。いつものことといえばいつものことだが。せいかもしれませんが、古代種たちの様子がいつもと違う気がしませんか。ああ、ええ、なんだか胸騒ぎがします。とにかく漂流村心配。そうだね、急いで戻ろうか。
何でも言えよ。よし、引き受けた。さあ、できたぜ。もういいのか？ゆっくり見てってね。
さあ全力で頑張ろう。参りましょう。状況連絡。
壊されんなよ。奇襲だよ、気をつけて。ありがとうございます。助かりました。今こちらへ。皆さん、お出しに。使用させてもらうよ。どっちからでもかかってこい。こんなもんだろ。えらい、えらい。ちょっと待っててね。どうぞ召し上がれ。ご無事ですか。皆さん、お出しに。覚悟はいいかな。これで一安心だ。あっぱれあっぱれ。うん、ご立派ですね。うむ、やるじゃないか。
これはとっておきよ。これはとっておきよ。それじゃまたね。強化するんだ。もういいのか。Thank you.
品ですよ。ありがとうございます。毎度ありです。またいらしてくださいね。アドル。え？アドル。アドルさん。はあ。
お茶は楽者姉から習った方法で入れてみた。香りが違うはず。どうだ？わかってくれるか。入れ方一つでこんなに変わるとは、なんとも不思議。あとこれ、前にもらった石で作ったアクセサリー。リコッタとお揃いの首飾りにしてみた。エアランとアリスにも教わって作ったリコッタの最高傑作。今からつけるからじっとしてる。じゃじゃーん。おー、思った通りすっごく似合う。いな、それはリコッタのセリフ。リコッタ、みんなに会えて本当に良かった。お茶に裁縫、いろんな料理にいろんな道具。みんな本や父上も知らないことたくさんたくさん知ってる。島の外はきっともっともっと知らないことだらけ。そう思うとワクワク止まらない。アドル兄も知らないことだらけ。島の外、ますます興味出た。みんなに教えてもらったこと、全部リコッタの宝物。家族がいっぱい、とても温かい。これからも家族の誰かが困ったら一目散に飛んでく。ちなみにアドル兄は冒険家、父上言ってた。同じ穴のムジナ。島を出たらリコッタとどっちが多くのもの見られるか競争する。あじゃあ約束。とりあえず島を出たらリコッタすぐに大きくなる。ボンキュッボン。ハドルにツバをつけるなら今のうち。
食った。みんなでつついたってのに腹いっぱいになっちまったな。あ、なわしもだ。この島は恐ろしいところだが、魚は生きがよくて脂も乗っている。古代種どもがいなきゃ漁をするには絶好の場所だぜ。できれば船長殿にも食べてもらいたかったがな。わしはな、島から出られたら船長殿の家族に会いに行くつもりだ。船長殿はわしらのために本当に力を尽くしてくれた。同じ海の男として最後の姿をこの口で伝えんと気が済まねえんだ。あそうだな、頼りにしてるぞアドル。海の男といや、あのキャプテンリードのこともわしはずっと気になっていてな。罪を着せられ、家族や部下に再会できないまま死んじまって、せめて子孫でもいりゃ真実を伝えてやりたいもんだが。お前さんが言うとなんだか説得力があるな。だがそうか、わしらが知っていればそれでいいのかもしれねえな。よし、故郷に帰ったらせめてわしの家族には話してやろう。この島で見たこと聞いたことをたくさんたくさんな。おーし、なんだか元気が出てきたな。アドル、張り切って出発するとしようぜ。Thank you.
何するんだ。そんじゃな。味の方はどうだい？リコッタちゃんに教わって僕が入れてみたんだけど。本当かい？ほっとしたよ。よかったわね、あなた。無事に出産が済んだと言っても、当分の間はゆっくりしてもらわないと。ただでさえ赤ちゃんのことは君に任せっきりだしね。もう大丈夫なのに。でもありがとう。あ、これですか？実はこの間、双子の月が綺麗な夜にエドからもらったんです。実は僕たちが出会ったのも同じような夜でさ、その時に渡そうって決めてたんだ。私は本当に幸せ者だと思います。ちなみにアドルさんがこの指輪のルビーをくれたとか、本当にどうもありがとうございます。ホープも喜んでる。それにしてもアドルさんにはどれだけお世話になったことか。というより、アドルさんがいなければこうして3人でいることもなかったでしょう。本当に感謝してもしきれません。ああ、君は僕たちにとってまさに英雄だ。アドル、この島を出ていつか君がグリークに立ち寄ることがあったら、その時はできればでいい、僕たちの家に遊びに来てほしい。そしたら君にふさわしい最高の冒険着を仕立てさせてもらうからさ。その頃にはこの子もどれだけ大きくなっていることか。いつの日か叶うことを願ってますね。ゆっくり見てください。ピッカードが倒れてる。ピッカードにしては骨格が。
まさか。
りゃ霧なのか。幽霊船の時の霧とはちょっと違うな。ええ、大樹の周りに渦巻いてまるで眉のように見えます。大樹にはもともとあのような性質があったりするのか。うん、あんな姿は初めて見る。一体何が起きて。お、あれを見てくれ。霧の中からやってきているとでも言うのか。この場所からじゃこれ以上のことはわからないかな。アドルさん、そうだな。ええ、またいつ襲われるか。でもヒュンメルの言う通り、大樹が原因である可能性もあります。漂流村に一度連絡を入れてから大樹の近くまで行ってみましょう。Thank you.
しても大樹に一体何が起きたっていうんだ。わかりません。でも嫌な予感がします。この感じ、何か大切なことを
子供扱い。しないでください。